アンドサウナ九州支部リポーターの杉水咲乃です。今回は熊本市中心部からおよそ車で20分ほどの場所にある天然温泉ブータンさんにやってきました。ここは木に囲まれていて、なんか森の中に迷い込んだような感じがして、すごく雰囲気がいい場所です。どんなサウナがあるのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。ということで早速中に入ります。オープン。広い、すっごい広い。天井も高いし、雰囲気もちょっと光が暗めでとってもいいです。じゃあまずは係りをします。なんかすごい、この係りのところ水が流れてるのがすごいおしゃれ、いいですね。細かいところまでおしゃれ。まずは湯通しですね。湯通しするんですけど、内湯が1、2、3、3つ、3種類あるんですけど、何が違うの？なんか温度が書いてある、この札みたいなやつ。ポカポカの湯、42度。こっちがゆったりの湯、39度。回復の湯41度。全部多分温度が違うんですね。間を取ってここ41度の回復の湯に入ろうと思います。木ですね、ここ木。いいですね、こういうの。あー、いや、ちょっと間だからね。しょうがないんですよ。あったかい。このお湯はなんか柔らかい感じ。弱アルカリ性単純温泉らしいです。なのでこの湯は疲労回復とかにもすごい効果的なお湯らしいです。なんかここからボクボクしてる。あ、これジェットバスついてる。おー、当ててみますね。あ、結構強い力が。私の身長ぐらいだと、このちょうど肩の肩甲骨あたりに当たる場所にあります。気持ちいい。じゃあここでしっかり体を温めたいと思います。体についた水分を拭き取って、早速サウナに入ります。サウナがこちらです。マットを取って、ちょっと中がどんな風になってるのか開けます。で、サウナも広い。サンダーあって、ここはサウナストーブです。大きいですね。すごい大きい。でもこう目の前に立ってると暑さがバシバシきます。大きいからね、ダイレクトにきますね。このサウナストーブの前の一番上の段、そんなに明るくなく落ち着けるスペースで、広いのですごい開放的な感じだけど、照明が落ち着いてるので、こう
リラックスして入れるようなサウナです。温度は高めだし、湿度も私はそこまで感じないです。ちょっとカラッとした感じのサウナだと思います。サウナストーブの前に座ったし、もう結構汗をじわっとかいてきたんですけど、ここからさらにじっくり汗をかいていきたいと思います。Just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. 汗かきました。でもなんかすごい温度は高くて暑かったんですけど、なんかもうすぐ苦しくならないっていうか、本当に入ってじわっとじっくり汗をかいた感じでした。結構入ってましたもん私。で、顔見てもらったら分かるんですけど、すごい汗をかきました。じゃあこのまま、水風呂がちょうどここにあるので、ちょっともうすぐじゃないですか、水風呂ここにあるんですけど、出て何歩かある、数えてみますね。1、2、3、3歩、動線がここからつながって、なんと3歩で水風呂に入れちゃう。まず汗をなんか水が、なんだろう、温度がそこまで低くないからか、柔らかい感じがします。じゃあちょっと体を冷やします。水風呂から出たので、また体をですね、軽く拭いて、最後外気浴ですね。こちらが外になります。じゃあ開けますね。すごい、なんだろう、もうここは岩と森じゃないけど、迫力がすごい。こんな大きい岩どこから見つけてきたんですかねっていうぐらい大きくて、もう鳥も鳴いてて動物もいるんで、ここは何ですか、ここなんかあれですかね、サファリパーク、サファリパークですねここは。じゃあちょっとサファリパークの中で外気浴をしたいと思います。こちらにありますね。 I still recall the first time I saw you. I was so nervous. ひんやりしました。いいですね。こっち見るとすごい緑があって少くなったんだけど、こっち見たらすっごいなんか大迫力の岩滝がいて、まあ、熊本市内なんですけど、こういうなんか自然の空間で外気浴ができるっていうのがとってもなんかいいなって思います。外気浴もしてちょっとすっきりしたんですけど、やっぱりこのもうここの自慢の露天風呂に入らないわけはないじゃないですか。ということで、この露天風呂に入ります。この入るまでのこの階段もすごい長くて、あー、このなんだろう、ちょっと今ちょっと日が当たってて、小鞭もあったかいんですけど、この足からこの優しい温度で温めてくれる感じ、いろんな場所で楽しめますね。ここだと座って入ることもできるしみたいな感じで、やっぱ改めてこう下に座ってみるとより迫力がありますね。だから
の温泉は一つ一つが凝ってて、このお湯の温度とかも3種類あって設定してあったり、サウナも広くてじっくり汗をかけたり、一個一個ですごくゆったりとした時間で楽しめるような温泉だったなって思います。この露天風呂も大きいのが一つドーンってあって、この中でもまたさらにいろいろ楽しめたりするのがすごくいいなって思いました。すごく大満足できました。チャンネル登録と高評価お願いします。それではさよなら。ハンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのハンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材で、サウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てね。